イスラエル地質調査所のギデオン・バイエル博士は、90年代には視界地域に年間数十個のシンクホールが現れたが、現在では数百個のシンクホールが形成されていると指摘している。中には2階建ての建物が収まるほど巨大なものもあります。以前はロートという用語がユダヤの砂漠と視界の領土にのみ関連付けられていた場合、近年、ロートは国の中央地域に現れ始めたようです。